ットボール TV 横浜スタジアムよりライブでお伝えしてまいります。本日の第3試合、関東大学アメリカンフットボール一部リーグのトップ8第6節となります。日本大学慶応義塾大学ユニコーンズ対日本大学フェニックスの試合、まもなく試合開始前のセレモニーが行われようとしております。このセレモニーでコイントスが行われ、前半開始の陣地と攻撃権が決まります。メインスタンド側のネイビーのジャージ、ネイビーブルーのジャージ、慶応義塾大学からは主将52番染谷勇気4年、副将81番柴田源太4年、副将11番井本健一郎4年が、そしてホワイトのジャージの日本大学フェニックスからは主将57番山崎翔吾4年、副将3番ブロンソンビーティ4年、副将44番、44番の谷口和樹4年、そして81番のクックリッチ4年が出ています。本日は解説にアメリカンフットボール元日本代表ランニングバックの高田洋一さんにお越しいただいております。高田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日3試合目になりましたが、はい、もう1試合お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。この、第6節、慶応義塾大学は2勝3敗で挑みます。そして日本大学5勝無敗の戦績で挑んでおります。そうですね、慶応大学はまあ3敗してますけどね、その3敗いずれもですね、雨の日に、はい、やられてるんですよね。どうしても慶応はパッシングチームですから、ちょっと不利があったかもしれないですよね。はい、まあ、逆に日本大学の方は、まあ、雨も気にせずという感じで、まあ、5連勝ですからね、はい、今一番勢いの乗ってるチームですよね。コイントスの結果、ネイビーブルーのジャージ慶応義塾大学ユニコーンズのキックオフ、対するホワイトのジャージ日本大学フェニックスのレシーブで開始となります。この試合は1クォーター12分で行われます。ネイビーブルーのジャージ慶応義塾大学ユニコーンズ、コイントスで選択権を得ましたが後半を選択しています。ライブでお届けしてまいります。横浜スタジアムで行われております11月12日日曜日、本日第3試合となります。慶応義塾大学ユニコーンズ対日本大学フェニックスの試合はネイビーのジャージネイビーブルーのジャージ慶応義塾大学のキックオフで開始です。まずはじめにネイビーブルーのジャージ慶応義塾大学自陣の35ヤード地点からキックオフ蹴りまして、それをホワイト日本大学フェニックスがレシーブ後リターンを狙います。キッカーは9番広田優3年、全勝で挑みます。今日はホワイトを着用、日本大学フェニックス広田が蹴り上げまして、これは高く0ヤード地点から日本大学リターンしています。はい、リターンは83番のワイドレシーバーの林君でしたね。1年生の選手なんですけどね、はい、彼は、昨年の高校日本一の厚生学園からの出身で、ここ2戦で林の、まあ、メインターゲットみたいな感じでパスをたくさん受けてる、はい、レシーバーの選手ですね。17ヤード地点までリターンしまして、ホワイトのジャージ日本大学フェニックスこの試合最初の攻撃開始となります。
クォーターバックは10番林大樹1年、奥を見てランニングバックへのパス成功。はい、5番のウィリアム・デルカ・アキラですね、はい、彼がフラットから縦へ少し上がったところでちょうどパスをキャッチしましたね。短いパスをキャッチして走りまして35ヤードまで進んでいます。19ヤードゲインしてファーサンです。引き続き10番5番が並んでいます。林は5番に渡したふりをして速いパスを投げた。パス成功。そうですね、82番の小倉君へポストのパターンのパスがヒットしましたね。エースレシーバーの小倉君ですね、82番。これでフィールド中央過ぎまして敵地43ヤード地点ファーストダウンです。これまで21回のレシーブをしている日大のエースレシーバーですね。今パスのレーティングでも2位に入ってますね、はい、10番からランニングバックにボールが渡っています。ゲインはありません。次の攻撃はセカンドダウン。10番に30番が並びます。モーションしてきて渡さず30番が持っています。はい、30番ランニングバック川上君ですね。彼も1年生の選手ですね。彼も同じように、昨年高校日本一のなった厚生学園出身のクリスマスボールでも優勝した時のランニングバックの選手ですね。厚生学院のポイントゲットでもありましたね、はい、42ヤード地点、まあ、1ヤード進んで第3弾ファースターまでは残り9ヤードとなります。サードナイン33番には渡さず奥を見てパス、これは不成功。そうですね、今82番のエースレシーバーの小倉君を狙ったパスでしたけどね、はい、ちょっとボールが大きかったですかね。パスオーバースローになりましたか ね、 そうですね。日本大学フェニックス敵陣の42ヤード地点4回目の攻撃フォースダウンとなります。4回目の攻撃パンターの54番松浦匠、4年がパンターの位置にセットします。はい、松浦君はオフェンスのタックルにも入っている選手ですね、はい、蹴り上げます。あ、フェアキャッチしましたね。81番がフェアキャッチです。日本大学フェニックス敵陣41ヤードのフォースダウンの攻撃はパントを蹴って攻撃権の放棄でした。パンターが54番松浦匠、慶応義塾大学81番が柴田玄太がキャッチして膝をついています。15ヤード地点で攻守交代となります。ネイビーブルーのジャージ慶応義塾大学自陣の15ヤードからこの試合最初の攻撃開始です。コートバックからモーションしてきた13番にボールが渡りました、はい、13番のワイドレシーバーの松岡君ですね、はい、松岡君の左のモーションスイープになりましたね。本日コーターバック1本目は98番の三輪忠明1年。今の13番の松岡君はこの前の試合でありました早稲田大学のワイドレシーバーの13番の松岡君の兄弟ですね、はい、右へのパス不成功。13番がターゲットでした、うん、そうですね、松岡に今投げたパスですけどね。慶応義塾大学の17ヤード地点第3ダウンです。サーダウン8。98番からテールバック3番に渡った。
はい、3番ランニングバック矢蓋へのインサイドのプレーでしたけどね、まあ、ゲインはしましたけどファーストダウン更新は至ってないですね。慶応義塾大学自陣22ヤード地点第4ダウンとなります。ファーストダウンまでは3ヤード残っていました。9番パンター広田優9番が蹴り上げます。フォースダウンの攻撃はパントで日本大学3番がリターン試みます。はい、3番のグロンソンビューティーですね、はい、彼のパントランも、パントからのレシーブのランもかなりエキサイティングな動きをするんで、はい、面白い面もあるんですけどね。今慶応大学の方がしっかりとカバーしましたね。慶応義塾大学フォースダウンの攻撃はパントで攻守交代となっています。攻撃権がホワイトのジャージ日本大学フェニックスに移ります。日本大学は自陣43ヤード地点から2回目の攻撃シリーズ開始です。10番からランニングバックの33番にボールが渡ります。今度は日本、日大のリーディングレシーブ、リーディングラッシャーの33番中野くんのランでしたね。同じようなインサイドのパワープレーでしたね。2ヤードゲインしてセカンドダウン。ちょっとスナップが高かった10番からランニングバックにボールが渡っています。5番ウィリアム・デレク・アキラです。はい、右に3人のレシーバーを固めたバンチ体系から右側へ、ね、はい、5番のウィリアム・デレク・アキラ君のオープンプレーでしたね。このプレーで48ヤードまで進みまして第3ダウン次のファーストダウンまでは残り5ヤードです。サーダン5奥を見る下から投げようとしたが右へのパス83番のキャッチファーストダウンです。はい、83番1年生のワイドレシーバーの林くんがキャッチしましたね。はい、これでファーストダウン更新できましたね。1年生のクォーターバックから1年生のワイドレシーバーへの見事なホットラインですね。はい、ダブル林、はい、そうですね、林大樹クォーターバック1年から林博次83番1年ワイドレシーバーへのパス成功で敵陣37ヤードまで進んでファーストダウンとなります。日本大学攻撃が続きます。10番渡したふりをした後左へのパス成功、ちょっとスクリーンパスみたいな、はい、みたいになりましたかね。クックリッチのパスキャッチ敵陣の34ヤード地点第2ダウンです。10番速いパス左へのパス成功です。ミートリップス体系から左のワイドレシーバーに1枚いた小倉君へのちょっと感覚のパスになりますかね。82番ですね、小倉豪がファーストダウン更新してますね。はい、小倉豪がキャッチして敵陣の26ヤード地点ファーストダウンを獲得しています。日本大学フェニックスの攻撃が続きます。26ヤードです、失礼いたしました。26ヤード地点ファースト3点33番に渡さず左奥へのパス、これは慶応義塾大学7番のカットです。はい、ディフェンスバック森谷君ですね、惜しかったですね。あわやインターセプトでしたね。はい、森谷良介3年のパスカットでした。日本大学フェニックス元の地点敵陣26ヤード地点のセカンドダウン。
渡しました。モーションしてきた82番、そうですね、左側のインサイドレシーバーにいた小倉君が右側へモーションしてきて、はい、彼にボールをハンドオフして右側のオープンを走らせようとしたプレーですけどね、これはあまりゲインがなかったでしたね。サーダンテン、日本大学フェニックス元の地点の敵地26ヤード地点、第3ダウンファーストダウンまで10ヤードです。奥を見る10番、パス成功、はい、これまた82番のエースレシーバーへパスがヒットしましたね。これでパスは更新ですね。82番のキャッチです。小倉がキャッチしたのは敵陣ゴール前9ヤードです。ファーストダウンです。ファーストダウントゥゴール9ヤード。今度は5番に持たせてウィリアム・デレック・アキラ右へ走ります。右のサイドライン出ました。今2タックル付近を通ったかったんですけどね、蓋されてましたからオープンをまくろうとしたんですけどね、コーナーバック25番の松浦あたりが早く上がってきてましたね、はい、ゴール前9ヤードセカンドダウンです。10番30番が並びます。30番に持たせて4番がタックル。そうですね、この右側の30番川上君へのストレートのプレーでしたけどね、これでゴール前5ヤードにボールが置かれま す、ね、サードダウン2ゴール5ヤード。チアリーダーからはタッチダウンコールが上がります。日本大学フェニックスゴール前5ヤードです。サードダウン5、観客席からクラウドノイズが聞こえます。10番から22番へのパス成功、入った、タッチダウンです。22番の山本くんですかね、ワイドレシーバー、はい、山本健4年のパス成功、はい、そしてエンドゾーンに持ち込みました。タッチダウンです。ちょうど今キャッチしたところでタッチダウンを取っているというところでしたね、はい、日本大学フェニックスタッチダウンを決めまして、トライフォーポイント、ゴール前3ヤードです。4番の篠原歩夢、トライフォーポイントのキック成功です。今イエローフラッグが出てますね。ファールマーカーが飛びました。反則が発生した模様です。ホルダーは84番の井田遥でした。審判団確認を行いまして説明があります。オフサイディフェンス7番ブルーによりフラッグができない、トライは成功です。守備側の慶応義塾大学ユニコーンズにオフサイドの反則ありましたが、ルールによりデクラインということです。罰則が適用されません。